インバソールとはアルゼンチン生まれの競争馬である。2005年に無敗でウルグアイの三冠馬となり、その後はブリーダーズカップクラシックに勝つなど、北アメリカで活躍した。馬名はスペイン語で侵略者の意。インバソールは2002年にアルゼンチンのクラウザン牧場で生まれたサラブレッドである。父キャンディストライプスはブラッシンググルームサン区のトネボバ、母ケンドムは アルゼンチン産のン馬であった。馬体は影に覆われ、額に一点の星が入っていた。2歳の時に、インバソールは、アルゼンチンに訪れていたパブロエルナンデスの産、兄弟に目をつけられ、クラウザン牧場の所有者と交渉を行った。最初の提示額は米ドルにして2万5千ドルという額であったが、最終的には2万ドルで交渉は成立。インバソールは、 エルナンデスの兄弟に購入された。ウルグアイへ渡ったインバソールは、マロナス競馬場に送られ、アニバルさんもアルティン調教師に預けられた。競争馬としてのデビュー戦は2005年2月のマロナス、競馬場のメイドンで、現地のリーディングジョッキーであったグスタボ・デュアルテを背に、しての初戦で、初勝利を挙げた。デュアルテも、同馬を機に、入り、エゴのウルグアイでの4戦中3戦には、デュアルテが起乗した。 翌シーズンは8月のエンサー予想から始動すると、ウポージャでポトリー・ロス大賞を5馬身3、4差、ウジョッキークラブ大賞を3馬身半差、11月には、ウナショナル大賞を6馬身半差でそれぞれ制し、11年ぶり21投目のウルグアイ3冠馬となった。4冠目のホセ・ペドロ・ラミレス大賞は狙わず、140万ドルで、シェイクハム団所有のシャドウ・エルステーブルにトレードされ、 アメリカ合衆国へ移籍した。年が明けて移籍初戦となったドバイの UAE ダービーはディスクリートキャットの4着に敗れたが、その後調教国である北米で出走すると、再び連勝を続けた。ピムリコスペシャルハンディキャップ、サバーバンハンディキャップ、ホイットニーハンディキャップに勝ち、さらにはジョッキークラブゴールドカップステークスを熱発で回避する。 トンザはあったもののブリーダーズカップクラシックでは、単勝一番人気、バーナーディニを差し切り優勝した。この活躍が評価され、2006年のワールドサラブレッド、レースホースランキングでは129ポンドで、世界一位となり、さらに同年のエクリプス少年度代表馬に選出された。南米サンバが、同賞の年度代表馬に選出されたのは、史上初である。2007年は、 ドンハンディキャップから始動し、追い込んで解消。続いて、ドバイワールドカップに出走すると、逃げるプレミアムタップとの一気打ちを制し、勝利した。その後、サバーバンハンディキャップ連覇に向けて、調整を行っていたが、調教中に、右跡足首に故障を発症し、6月23日に引退を発表した。アメリカ合衆国時代の成績は7006勝。 ウルグアイで出走したグループ制競争については国際セリり名簿基準委員会における国際格付けではないためウルジーと表記した。なお、ウルグアイ及びアラブ首長国連邦はグループ制をアメリカ合衆国はグレード制を使用している。2008年から歴ントンのシャドウエルファームで種ボバとして供用される。初年度の種付け量は3万5000ドル。 2011年に産区がデビューしたものの、産区の成績が振るわずに種付け量は年々減少。2013年には、前年の2万ドルから1、5となる4000ドルにまで激減した。2015年の種付けシーズン終了後、現役生活前半を送ったウルグアイにあるクアトロ、ピエドラス牧場で、2017年までの3年契約で、リース強要される。 リース教養が決まった時点での4世代の3区成績は G3 カチウマ1頭を含む4頭のステークスウィナーを出すにとどまった。父キャンディストライプスはプールでセデプーラン2着の戦績を持つ馬で同馬の他に北米でレロイドサにもアルゼンチンでも GI カチウマを出している。他キャンディライドの母の父でもある。父の判定には天皇賞など GI2 賞を挙げたバブルガムフェローがいる。ありがとうございます。